ははい皆さんこんこにちは今日は冒頭で流しましたように 3D を作れる AI というのが突如出てきましたトリポという AI なんですけれどもこれは簡単なそれも日本語で指示を出すだけで 3D を即作ってくれるというような 3DAI です今回は先ほど作ったデモというのを まずは見ていただきました。これはどんな感じに使うかと言いましたら、今エスケープキーを押してですね、トップ画面に戻りました。そしてこのように一回生成すると4つのバリエーションを作ってくれます。例えばこちらはログハウスを作ってというような感じでプロンプトを書いたものです。ちょっと見ていただきましょう。ローディングには時間がかかります。はい。 このように出てきたらもうこの時点で 3D です。ですからマウスでグリグリするとこんな風に後ろを見たりということができるようになっています。もう一つのバリエーションも見てみましょう。案外中も丁寧に作られています。はい。こちらのモデルには 足もあります。ですから、裏を見ると、ちゃんとこう足があってですね、こんな風に丁寧に描かれています。こういう風になっているわけです。もう一度、猫に戻してみましょう。拡大してみますね。マウスのホイールを動かすと、このように拡大して見れます。かなり精巧に作られています。 そして、左の方にボタンが4つ5つありますけれども、ゴミ箱の隣ですね。このボタンを押すとですね、自動で回転してくれます。 はい。止めるまで回転します。今止めましたね。こちらの右の方にですね、460と書いてあるのはクレジットです。無料で使えるのは1ヶ月で500ぐらいのクレジットがあるようでして、回数にして約10回ちょっとぐらいは使えそうな感じがしています。このように無料でお試しができます。そして、ここにスタンドというのが一番左上にあります。 これを押します。するとこんな感じになりまして、その隣はウォークです。ウォークを押すと、このように歩いてくれます。次は走ります。はい、こんな感じに走るわけです。方向も自由です。 そしてサイズも先ほどもやりましたようにスクロールホイールを押すとこうやって小さくなったりまた拡大したりできますこれ以上は大きくなりません iPad のブラウザーでもやりましたが速さとかクオリティは全く一緒なんですがあまり大きな画面にできませんでしたパソコンの方がいい感じになります そして面白いのはドライブというのがあります。一旦止めますね。このドライブというのをすると、こんな風に回転をします。この回転、今前向きに回転してますよね。マウスで方向を決めると、例えば横向きに、はい、こんな風に行きます。反対の方に引っ張ります。 上向きにやります。はい。上に飛ぶようになります。マウスドラッグをする長さによって動きが変わります。今、全体が見えませんよね。大きくなって。ここでマウスをグリグリして小さめにすると全体が見えます。 こんな風にできるようになっているんです。そしてこうやって書いたものは、ここにフォーマットがあってですね、GLB というような書式であったり、有名なのでは FBX ですね。あとはオブジェクト。これらは有名な 3D ソフトのフォーマットだったりするわけですけれども、それにも書き出しができるということで、他のソフトにも 簡単に持っていけるところが素晴らしいと思います。そしてスタイルというのもありまして、ここで3つありますが、それを選ぶとこの描画が少し変わります。今はレゴというのを押しました。これを変えようと思ったら多分10クレジットいるんだと思います。はい。こんなブロックのようになったわけです。 面白いですね。このようにですね、ちょっとスタイルも変えたりできます。じゃあ、ここからです。1から作るときどうしたらいいか、エスケープキーを押しましょう。そうしまして、クリエイトという風にします。するとここでプロンプトを入れれるということになります。じゃあ、今度は犬型のロボットというのを作ってみましょう。そして、 帽子をかぶってるみたいなにしましょう。こうしまして、ここでクリエイトというのを押せばいいんですけれども、ポップコーンというのがあります。これを使うとですね、このプロンプトをもっともっと成功に作ってくれるんですね。僕らはまだこのトリポというソフトに慣れていませんから、 どんな風にプロンプトを書けば一番いいのかがわからないんですけれども、ポップコーンというのでやれば、うまくプロンプトを追加してくれるんです。じゃあやってみましょう。はい。このように画面に4つになってきまして、そしてインジケーターというかですね、サークルのところが白い部分がだんだん塗られています。はい。ここは ノーカットでお見せしますので、まあ、これが本当にかかる時間です。今、約50%ぐらい来ましたよね。ですから、漢字としては2分近いぐらいでしょうか。これを書き終えたらですね、形がまずできます。はい。スケボーに乗った犬というイメージになったんでしょう。 そしてその後カラーリングというか細かいリテールを今作っているところです。プロンプトは未来的な犬型ロボット赤い野球帽子を傾けて着用。そしてサングラスをかけていると。機械的に尻尾を振りながらスケートボードに乗っている。そんなイメージで書いてくれています。 はい。みんな、どんなのが好きでしょうか僕は2番目の犬がちょっといかつい感じがして案外好きです。これを大きくしましょう。このようになりました。回転させてみます。そして、大きくします。はみ出るぐらい大きくなりましたね。これで回転してみます。 ななかなか尻尾も面白いですねじゃあ今度は人間のようなものを描いてみましょう「かわいい女の子全体アニメ風ロボット」というので描いてみますそうするとですね見てください今までに作った感じの絵がですね出てくるわけです このプロンプトを読み込んでこういう風になるんですね。ですからこれをもう一度書き換えます。例えばギターという風に押します。するとこのようにギターがいっぱい出てきましたね。まあ、ギターは走らしたりできませんのでもう一度女の子全体可愛くという風にしてみました。 これでポップコーンでやってみましょう。この生成をすると60ポイント必要なようです。今度は先ほど約2分ぐらいという速さがわかりましたので、ちょっとこの部分はカットして見ていただきます。天使のような可愛い女の子が出てきましたね。ここから色付けとかをしてくれるんだと思います。はい、できましたね。そうですね。どれがいいでしょうか 僕は一番左が気に入りましたので、一番左を選択します。ちょっと大きくして回転しましょう。はい、後ろもちゃんと書いてくれてるのが素晴らしいですね。そうしましたら、まずはリグというのを押してポイントを使うようにしましょう。すると、 スタンドというのがまず動くようです。今、スケルトンというので骨組みが見えています。これを消すのはこのボタンです。はい。これで消えました。今度はウォークというのをやってみましょう。この動きをつけるのには約1分ぐらいかかっています。 はい、歩いてますね。今は前に向かって歩いています。横に動かしましょう。はい、反対側。 じゃあ、今度は、ランにしましょう。ランは40秒ぐらいでできそうです。おー、走ってる、走ってる。前向いて。おー、いい感じですね。動きがとってもいいです。はい、今度は、ダイブというので、 拝見する一番最初の方に見せたやつですね猫がダイビングしていましたそれをやってみましょうはい、このように動かしながらでもできるようですまあ、3D をやったことのない人はちょっと時間がかかるなという感じですが僕は 3D のことをかなり前にやっていましたその 3D の話を ちょっとですね、間に挟ませていただきます。今から20年近く前になると思います。当時はまだまだ 3D ソフトというのが出てきたばかりでして、3DCAD とか 3D 専門のソフトがいくつかあったんですけれども、多分他の会社が日本でもあまりやっていない時に僕の方ではやりました。今から2つ3つ資料を出します。このように建築の CAD とかですね。そして機械の作る前のプレデン資料とかですね。そういったものを上場会社から依頼されて 3D を作ったりしてたんですね。その時のことを考えるとですね、今1分や2分待つぐらいはですね、もう朝飯前というか、その当時は仮に今のこの女の子、これのレンダリングを する時間ですね。今かかってる2分とかいう時間。まあパソコンも弱かったと言ってもみんなが持ってるようなパソコンよりはいいパソコンでやっていたんですけれどもだいたい3日ぐらいかかったりとかいうのが 3D ソフトの最初の頃そういう時期でした。ちょっと余談を挟んだんですけれどもじゃあこれでですねライブをやってもらいましょう。 ちょっと小さめにしといて、ダイブをしたいと思います。おちょっと上の方行くようですね。今度は下の方にやりましょう。お今度は左から右へ。はい。今度は上の方へ。 いいですね。細部も見てみましょう。目のところなんかもとっても可愛くできていますね。はい。この杖のところも二重になっていたりして、芸当が細かいというか、そんな感じです。これはですね、先ほども途中で言いましたように、 3D の他のソフトに持っていけるのでですね、手を動かしたりとか、バンダイをさせたりとか、そういうようなことをできるようにもなります。ただ僕もしばらく 3D のソフトのことをやっていないので、あえてここから細かいことをしようとかいうことは思っていないんですけれども、今は当面ですね、これがうまくいけば、3D のアバターとかを作ってですね、 解説動画の隣に置いてみようとか、まあそういうようなことを考えています。今のところ無料ででもできています。約500クレジット。これを使うまでは無料でできますし、まあそんなにも高くもないわけです。ここにプライシングというのがあります。安いプランでは月19.9ドルですから約3000円ほどですね。それで 使えるということになります。プレミアムというのはこれを仕事にするような人しかお遊びでするのにはちょっと高すぎますよね。ですから選択するとしたら真ん中のプランになると思うんですけれどもこれぐらいだったらめちゃめちゃ高いという感じはしません。自分の作ったのはこのようにライブラリーになりますし参考にしたいものを見たい場合はですね、例えば 猫と打てば猫の参考にできそうなものがこのようにたくさん出てきますのでそれらをどれか参考にしてですね動かして遊んでみるということでなんか尻尾が切れていますねまあ、このようにして他人が作ったものも見れるんですぜひぜひ一度ぐらいは使ってみてくださいでは今日もご視聴ありがとうございましたまったねー